この雪崩事故から生還し、その後大田原高校山岳部の部長を務めた男性がこの春大学を卒業しました。生かされた自分に何ができるのか、生と死と向き合う人生を歩みながら仲間への恩返しの旅を続けています。8人の仲間を一度に失ったあの日から7年。雪崩事故の現場付近は当時と同じように雪に覆われていました。三輪浦純奈さん、23歳です。当時大田原高校山岳部1年だった三輪浦さんは隊列の7番目で逃げる間もなく雪崩に飲み込まれました。雪の中に全身が埋まり、奇跡的に助け出されたのは2時間も後のことでした。事故があった場所と隊列が登り始めた麓をつなぐように生える一本の木。3月27日に三輪浦さんは必ずここを訪れ、8人に近況を報告しています。東京都新宿区の博物館で行われた講演会に三輪浦さんの姿がありました。講演したフリーカメラマンの小林直之さんです。全員見つかったという報告ができたらよかったんですが、中国のチベット自治区と雲南省の境にそびえる標高6740メートルのメイリーシュエシャンは、チベット族が神の山と崇める厳しく美しい場所です。1991年1月、誰も頂に立ったことがないこの山の初登頂を目指していた日中合同の登山隊には、小林さんが当時所属していた京都大学山岳会で特に親しかった友人2人が参加していました。大雪原をですね、このしかし彼らを含む隊員17人が一度に亡くなりました。日本の登山史上最悪の海外遭難となり、最初に登山隊の遺品や遺体が発見されたのは7年後の1998年のことでした。遺体は寝袋に覆われたままで、隊員たちは寝ている間に雪崩に襲われたことがこの時初めて分かりました。仲間が見つかるのは50年以上後だろうと言われていた中で、高度差1000メートルの巨大で分厚い氷の滝を下って再び会えた奇跡から、小林さんは全員を家族のもとに返すことを決意したのです。現地の村に滞在し、来る日も来る日も捜索に出かけ、2023年までに見つかっていないのは一人だけとなりました。この間、巨大な氷河はかなりの量が溶けていきました。遺品があればちょっと色がついてるんでわかるんですが、何もなくて、でここでね、僕は分かりました。もう危険を冒して、ここを降りてる必要はないんだろうと。1998年から25年間続けてきましたが、これで、捜索を終わりにしていいんだと。彼がいなかったらここまで捜索を続けられなかったし、この村の人たちとの、交流とか友情は変わらないと。それがなければこう自分が生きていけない、なんかそういう存在が、必ず、生きているものにはあるんだなということをこの山を教えてくれた。似た境遇の小林さんの報告に三輪浦さんは
心を打たれました。こっちの記事からどう思ったかは私はこんな感じ、結構残されたものの役割っていうのがあるんだと思うんですよね。そういう道を歩いて行ってもらえたらいいかなと思います。そう、自分の道を見つければこれから未来のためにできることを一つこう自分の中で気合が入っているんですか。三浦さんは事故の当事者として二度と同じ悲劇を繰り返さないために登山に関する学びを深めてきました。大学では法律を専攻し、4年前からは札幌を拠点にする雪崩事故の防止活動に取り組む団体を手伝うようになりました。事故当事者としてまた、反省すべきものの一人として、たくさんの方にこの雪崩について知っていただけたらなと。そして高校の部活で山を登っていた頃より回数は減りましたが、時間を見つけては自然の美しさに触れてきました。好きになったきっかけが、3月の初め、三浦さんは引っ越しの準備をしていました。本当にこう4年間あっという間だったので、この先の2年間もっとあっという間だろうなって思います。この春からは大学院に進みます。コロナ禍の影響で大学の入学式が行われず、講義がリモートで行われるなど、思い描いた4年間ではありませんでしたが、卒業できる喜びが胸に染みました。仲間たちのことを思う、非常にありがたい、みんなが何を大学で専攻して将来社会になってどういうことをやってただろうなっていうふうに思うことが多々あるので、僕の方は卒業できましたっていうご報告ですけれども、この一方で雪崩事故があった講習会の責任者だった教諭ら3人を業務上過失致死傷の罪に問う刑事裁判が行われています。三浦さんはよく知る先生の異例の状況に複雑な心境を抱きながら経緯を見てきました。こうした中、今年も県と遺族による合同追悼式が行われ、遺族の一人がここで初めて胸の内を明かしました。冷たくなったあなたの左手の甲にボールペンで書かれた水の文字は1年生の分を忘れないためだったね。あなたは誰かのために何かをすることで自分の存在意義を見出していた、そんな不器用なところが一番好きだった。亡くなった浅井ゆずるさんは特に仲が良かった先輩でした。浅井先輩と約束したアフリカ大陸最高峰のキリマンジャロ登頂を達成させてからすでに4年以上が経ち、時の流れを感じると同時に悲しみが常にそばにあることも強く感じさせられました。事故で仲間を失った現実は変えることはできません。ただその後の自分の行動次第で先を変えられる。三浦さんは山で得た経験や人との出会いが一里塚のように道しるべになってくれていると感じています。明日からはこう今まで行ったことない標高に行くので、
生かされた自分に何ができるのか。まっすぐ前を見ています。今年は雪が多くて7年前に近かったかなっていう印象なんですけれども、この7年間やってきたことが今ちょっと土台になりつつある状況で、まあ、雪崩教育に携わらせていただくことであったりとか、風化を防ぐことっていうのが、まあ、自分にとってはその今いる存在意義を作り出すことなのかな。